そのドリルやめてー。見えない。何今の。ひえー、置き攻め厳しいよー。ガードできないよー。離されちゃったー。ちょっとこの上から来る技無理だよー。ちょっとあなた何なの。腹パンもらった。これって、これってもしかして。死んでしまった。チェンクに腹パンされてる。このゲームやめたい。8階に落ちてから初戦だよ。早く9階に戻りたいよ。暗示は初めての対戦じゃないからちょっとだけわかるかも。コンボミスで壁が割れなかった。新庄くん、さっきのソル戦で温まったままになってるのかも。下段。次は本気を出してやる。ダイヤエクラ。暗示ってそんなに強く調整されてないって聞くけど、相手にしてたら結構面倒くさいよ。これ中盤かな。画面端まで運ぶよ。ラスト。ああ、当てにやめてー。あ、今のロマちゃん使ってたら勝ってたのに。昇竜拳。いい勝負でした。新庄くん、実は今後動画見て勉強してるんだけど、前ハイスラーをうまく当てれたらすごくダメージ稼げるらしいね。画面端とか画面端近くは特に。だから前ハイスラーをうまく使いたいなって思ってるんだけど、今回は温まっててうまくできてないよ。めっちゃ痛いのもらってるよ。飛びがかられた。壁割れた。投げたかったけど打撃とか見合っちゃった。投げるよ。攻めミスっちゃった。昇竜が投げられてる。また昇竜が玉重ねと噛み合っちゃった。もう突っ込むよ、ロマちゃん。相手バーストするかな。アテミだ。ちょっと今の見た。このプレイヤーちゃんダッシュしてきて止まってアテミしたよ。ちょっとアテミの出しどころうますぎじゃない。もう再戦再戦、もう一回だよ。ぐぬぬぬぬ、次は勝つよ。画面端に追い込めばこっちのものだよ。ラスト通った。相手バーストないから攻めまくるよ。リッパー通った。ロマキャンしてダメージ伸ばすよ。
聖騎士団奥義、そこウドラル、ちょっここだ、端から逃がしちゃった。ウドラル、ここまでです。そこ 3H、 本気を出してやる。デュアル2、レッツロック。そこそこ、このキャラ、マッターとミニダンジェンするよねー。これ、とがめたいんだけどどうにかできないのかな。対空コパコパコパコンボ失敗。バースト吐かせたの美味しいよ。この2段ジャンプ借りたい。借りたい。グー投げが一番いいのかな。ジャンプですかした。紫ロマキャン、セキタの新庄くん偉いよ。紫は赤と比べて補正が緩いから、コンボダメージが伸びるよ。めっちゃ減った。やばいよ、バースト流行ったまって。昇竜拳。下段。最後めっちゃ慌てたけどなんとかなってよかったよ。名残雪との対戦は初めてだよ。キャラ対とかよくわからないから、カイのセオリー通りの戦い方でいくよ。何この突っ走ってくる技。ああ、三段ガードさせて、その後投げとか下段でタクってくるのか。リーチ何回。マッチコの技一生食らっちゃうよ。減りすぎじゃない。この分身みたいな技もよくわからない。リーチ長い。リーチ長すぎるよ。うわ、この 2S みたいな長いやつ開幕から届くんじゃない。今回上から攻めたから噛み合って届かなかったけど、ラスト相手バーストないよ。よし、今回はいい感じで攻め切れたよ。これ、近づいてから投げるやつ、ほんと一生食らってるよ。あ、投げの方向逆だった。さすがにフーブルばっかりしてたからコパンで暴れられたよ。減りすぎ、減りすぎ、ああ。一回攻撃通した時の火力すごいよ。うわ、開幕たちガードしてたけど、やっぱり下段が当たるね。刀が長いから発生は遅そうだけど、リーチがすごく長いよ。ブレイブルーの白面みたいだよ。仮面かぶってるし。ここだ、そこ、ここだ。ウグル歩き、手遅れだ。聖騎士団奥義、どこを見ている。ウグル歩き、通るか。壁割りたいけどここからじゃ割れないかな。チャージスタン重ねるよ。ラストがコパンで割られた。またこの投げ食らってるよ。減る、すごく減るけどまだ大丈夫。
こだ。ごめん、これでも下だ。ああ、一撃が重い。画面端に追い込んだからお手押せだよ。コンボミスしてるけど壁割れたから結果オーライだよ。投げ飛ぶよ。この三段の固めからあったくってくるのはもうわかってるよ。スタンエッジ。最後はフーブルで無理やり突っ込んだよ。なったい。なにこれ対空技？スタンエッジ。ここだ。なぜからの壁割られちゃったよ。スタンディッパー当たった。端まで運ぶよ。投げが通った。チャージ負担重ねて。あー、これもしかして。投げてチャージ負担したときこの覚醒が覚醒するってこと？回の鉄板の攻めなんだけど、相手にゲージがあるときにやっちゃダメだったんだね。ときすでに押しだよ。まあ、わからなくて当たり前だし、死んで覚える方式でいくよ。フーブルガードして暴れられたよ。昇竜拳。バーストガードできたよ。投げて下段で崩してからの覚醒で壁を割ります。投げ読みバッツでしたけど相手何もしなかったね。ビット当たった。壁割りでラウンド取れるかな。チャンスに弾が刺さったよ。よし。空対空。なったい。やめてー。ふわふわ。あっという間に画面端に行っちゃった。減る、減るよ。これもしかして減りすぎー。通って、ニエスの後のビッパーがガードされてるよ。固め失敗。チャージスタン重ねていつもの崩し狙うよ。痛い。減る、減るよ。負けちゃったよ。新庄くん、もっと我慢して、相手の様子見たらよかったかな。突っ込んで、殴り合いに行って負けちゃってるよ。また、同じ名残雪の人と対戦だよ。新庄くん、さっきからこの人に一勝もしてなくて悔しいよ。昇竜拳。対空昇竜拳。調子持ってたらパなし返されたよ。めちゃめちゃ減るよ。
画面端に追い詰めてるからこのまま攻め切りたいよ。対空がすごく長い。あ、端で落ちちゃった。追い詰められてそのまま負けたよ。なんか新庄くんの回、クーブルがカウンターヒットした時のコンボが安くてかなり損してる気がするよ。コンボ動画で見たんだけど、クーブルカウンターヒットでリアルチキンSとか入るんでしょ。できないともったいないよねー。クーブルがせっかくカウンターヒットしてるのに5番で繋ぐのもったいないし、状況判断できてない。新庄くん、まだまだコンボ選択が甘いよ。投げ暴れ倒しちゃったよ。うわぁ、体力がすごい減るよ。まだこっちが体力リードしてるから焦らずいくよ。これ美味しい。下段スタンジッパーで強引に行ったよ。リーチ長いよ。うわー、暴れてる。投げを読んだよ。端入れ替えてチャージスタン。ヒーローロマキャンされたよ。端から逃がさないよ。やばい、追い込まれちゃった。ここが暴れどころ。画面割りたいけどこの距離だと無理だよ。端まで運搬するよ。クーブル、クーブル、さすがに暴れるよね。欲張ってごめんなさい。せっかくのクーブルカウンターヒットなのにコンボ安いよ。クーブル後に暴れられちゃった。ここからどうしよう。ああ、引っかかっちゃった。もうちょっとだったのに。どなたか名残雪教えてください。三段で固めてきて爆捨て、そういうのもあるのか。投げ、チャージスタンからの崩し。また投げるよ。ああ、相手のバーストと噛み合ってる。これはまずいよ。ああ、また三段固めからの崩し食らってるよ。ほんと一生食らうんだけど。いたたたたた、もう体力が3分の1なくなった。ラスト通った。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいよ。ああ、コンボミスもったいないね。もうラストは警戒されてるかな。昇竜拳。あったまり開幕昇竜拳。相手昇竜警戒してるね。ね、離された。かなり体力減っちゃった。なんか新庄くん回のワンコンボのダメージが少ないんだよね。ラスト美味しいよ。これで体力5分ぐらいだよ。飛び通った。相手にゲージもないし攻め継続していくよ。
弾が刺さった。いや、バリがしてなかったから削りかな。よかったよ。この名残雪のプレイヤーちゃんに初めて勝ったよ。再戦お願いします。セダン、これなら。ここだ。セダン、またこの技に崩された。端から出たい。投げてチャージスタン重ねて暴れ倒しちゃったよ。ちゃんと帯電してない。フーブルガードしたら暴れてくるねー。崩された。これ死んじゃう。死んでない。昇竜拳、あーダメだった。ガードでしのげた。端から逃げるよ。ファディバックジャンプ通った。でも、リッパー繋がってなくて相手、ダウンしてない。コンボ選択が悪いのかな？せっかく飛びが通っても、リッパーが当たらなくて、ダウン奪えないよ。空対空やられた。また空対空やられた。昇竜拳。相手もゲージ使ってきたね。ガードしてるよ。ブーブルカウンターヒットもったいない。ロマキャンして、壁割るよ。あともう少し押し切りたいよ。ここでそのガーケンはうまいよ。めっちゃ困るよ。空対空、いきなり崩しに来た。投げ返すよ。ダストすごく美味しい。相手バーストないからめっちゃ減るよ。相手のジャンプ見て空投げできたよ。新庄くん偉い。覚醒でダメージ伸ばすよ。勝ったよ。よかったよ。最後の方、投げとか覚醒とか、相手にバースト使わせないダメージの取り方したのが良かったね。ね。名残雪とすごく、たくさん対戦したよ。ありがとうございました。今日のランクマはここまでにするよ。動画が前後編になっちゃうくらい、たくさん対戦したよ。早く経験を積んで、9階に戻りたいよ。新庄くんの YouTube チャンネルでは、ギルティギアをはじめ、いろんなゲームのプレイ動画をアップしてるから、チャンネル登録をお願いします。ギルティギア勢のアドバイス、コメント、切実に待ってるよ。コメントちゃんと全部見てるよ。動画が面白かったら、グッドボタンも押してねー。それじゃあ、高知県須崎市マスコットキャラクター新庄くんでした。